あ、今日もみんなのパワースポットどうも、ヤスカレースンゴチクワハロー、スラマッパギーどうも、メガネが本体ことかっちゃんです。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は何の企画をやるか聞いてもらっていいですか。はい、今日は一体何の企画をするのでしょうか。目隠しジェンガパノラマ TV。 目隠しジェンガ、はい、その名の通りということで大丈夫ですかね。そこが味噌。あ、味噌通り越して豚骨醤油。どれが好き？すごいな。味噌ってきたらラーメンなんや。あ、そうですね。いや、その中では目隠しして、まあジェンガするわけですよ。やるときは目隠しして、まあやらへんときは外していいんですけど、うん、で見といてやるんですけど、これ倒してしまったら罰ゲームでいいじゃん。出た電気アンマンやる口実が欲しい。そうやな、ね、違うわ、この企画を見てほしいんだ僕は。電気アンマンおまけ。確かにその人って視覚にちょっと頼りすぎなところあるから、まあね、そう、あの視覚なくても嗅覚とか聴覚味覚、うん、全てありますから、視覚だけ奪わせてもらってジェンガ。なるほど、視覚で何ができるの。最悪や、触りたないやろ。そんなただ嗅がして、匂いだけ嗅がしてきて、何が分かんないんですか。 Oh, this is ジェンガスネオ。そりゃそうやろ。そりゃそうやろ。まあ、理解はしました、はい、やっていきましょうか。じゃあ、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、レッツ目隠し目隠しジェンガ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 。それ違う、ジャンガジャンガやな。あ、ジャンガジャンガか。そう、あれジャンガなんよ。あ、そうか、うん、え、初戦決まってるんでしょ。まず先行高校、そう、先行高校の、まあ、じゃんけんやろうか。最初からほい、あ、勝った。不意打ちしたくせに。じゃあ高校で、おー、ちょっとまず様子見させてほしい。わかりました。初めてなんで。わかりました。で、これルール上ですけど、引くときだけ目隠ししてもらうんで、最初、よし、もうめちゃくちゃ見といて、どこにジェンガがあんのかとか、どれ抜こうかなっていうのは、まあもう最初やから別にどれもクソ。まあ確かに確かに、正直、はい、いいですか。はい、お願いします。金髪やからちょっと似合ってんのよ。確かに。さあ、もう抜いていいですか。はい、うおー、これ。あ、うまいうまいうまい。オッケーオッケーオッケー。まずは1を補足して。あれも、ナス完璧よ。いや、でもそこはダメです。そこはダメです。ルール違反。あ、これはダメです。一番上や。一番上ルール違反です。あ、そこもまだ3個目なんでダメです。そう、3個目から下ですね。あ、そうなんだ。そう、3個目から。そういうルールだと。お、うまい。うまいぞ。うわ、これめちゃくちゃむずいぞ。マジでどのぐらい出てんのかっていうか、うわ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 、あれもでもこれだ、抜いてから抜きました。一回見せてもらっていい？あ、抜きました。あ、そう、抜いてから、そう、センターかんのか、方向がね。で、方向は言ってあげようか。あの、そっちじゃない。そうそう、そっちそっち向きで、場所おお、めちゃくちゃむずいぞ。すごいな。マジで抜いてるやつはわかるけど、うん、もう周りがどんだけぐらついてるとかがもう一切わからへんから。へー、でもめっちゃ、まあ全然いけたで。上出来。結構揺れてはいた、うん、ほんまに。そうそうそう、いや、それが全くわからんねん。めっちゃむずい、これマジで。へー、じゃあ、まあ、次成功というか、次カッチャン、高校のカッチャン。よろしくお願いします。え、もういいん？もうちゃんと見たの？大体、あ、違う、本体の場所は重要。大体見たから分かる。本体には見といてもらおう。あ、でもこれずるない？買ったらって本体と連動してる。お前、お前、連動してるやん。違う。こいつにも目隠ししとこう。ちょっと待ってください。これは、そうやな。早いな、この光景。これでね。これでしっかりもう目隠ししましたから。見えてない。視聴者の皆さん、はい。うん。OK、いける。あ、片手だけやぞ。めっちゃ行くな。いきなり結構行くね。これむずいよ。マジでむずい。あ、でもかっちゃん結構うまい。あの、はい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 。片手と言いつつ、この両方から言ってるけど、この抜きしろも全然分からへん。あの、どんぐらい抜けてんのか全く分からへんから。繊細になっちゃう。あ、でも手めちゃめちゃプルプル震えてる。うまい。上に乗せるの？上に乗せですよ。あっ、危なっ。これやばいぞ。
でもこれ戻せたら、あ、これ OK です、これ OK です、 OK です、 OK です。ちょっと戻るか。あ、戻した、完全に戻った、戻った。で、あかん、危ない危ない危ない、あ、どこ、あ、でも一旦置いてから調整っていう、そうやな、かっちゃんのやり方や、これが。お、いいやん、いいやん、いいやん、いいんちゃう。オッケーです。いや、非常に良かったんじゃないですか。怖っ。じゃあ、メガネもオッケーです、メガネ。はい、ありがとうございます。良かったんじゃないですか。はい、あ、ほんま、なんかいけてるね。いけてますね。ただ、ちょっと分からへんやろ、あの、抜くときはまだいけたんやけど、乗せるときちょっと怖い。確かに、二人とも乗せるときの方が苦戦してる感じがしたもん、うんうん。はい、ちゃんとメガネも隠して、メガネ隠したちゃんと、大丈夫大丈夫。一応視聴者の皆さん、あのメガネもちゃんと目隠しして、あ、よかよし、補足した、オッケー。じゃあ3巡目。あ、でもここちゃうかなっていうのは何個か持ってる。あ、そうやね、そう、そういうの先に見とかんとない。そうやね、よし、行きます。はい、で3巡目の安川さん、お願いします。はい、まず触るとか大丈夫か、いけるか、一発で見つけようと。うわ、ここ抜いた、すごい強い。こっちやな。あ、そうそう、そっち向け、すごいな、やっぱりな。安川、隣を置くパターンか、え、下を上に回ってる。そんなんすら分からへんのや。あ、でもいいよ、端っこ置きね、ちょっと揃えたいな、綺麗に。こうか。こう。もうちょっと周り、そうですね。いい、いいですね。オッケー。すげえ。オッケーです。オッケー。しゃ。すごいな。しゃ、完全に。で、これは、おっしゃ、おっしゃ。これちょっと、これは響く場所抜いてきてんだよ。これはでも、下から触っていく方向でやってるから、一番最初。うんうん。で、もういきなり振られたから、行ったった。ほら。もうラッキーに近い。えぐ。いやー、よし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 。これえぐよ。かずみ、倒したら、電キャマだよ。カズニー倒したら電キャマだよ。プレッシャー。慎重にな。倒したら電キャマだ。倒したら電キャマだよ。いやいやな。よし、オッケー。もういいよ。いや、まだやで。ちょっと補足しに行こう。似てんのこれ。眼鏡かけてやるよ。目めっちゃ細めてるからな。よし。お、オッケー。オッケー。ちゃんと、ちゃんとオッケー。オッケー、オッケー。ちょっとな、でも俺もな、あれしに行こう。俺が一旦したやろ。こいつの様子を見て。あ、え、ちょっと。これちょっときつそうやな。マジ？いやでも挑戦に。これきつそうやわ。いや、これきついぞ。きついんや。これきついな。どこ行く、どこ行く？ちょっと。え、なんかスカスカだ。あ、これいっちゃうしようか。じゃあこれでいい。真ん中にでも入れなくなるな、これ。これむずいよ。こうやんな。あ、そう、そっち向き、向きや、そっち。すごい動いてるよ、何？終わりました。あ、まあまあまあ、OK ですね。草草火薬草、なんや、今の外やな、多分外やった、すっごいことなってきた、大丈夫なんかやったら相当やってくれた、相当やったな、すごいことなってるけど、多分バーンってなった時に行くからね、うん、いや、俺は相当耐えたって言ったけど、誰か人為的にグギュギュってされた気がしたけど、大丈夫、目隠しとか分からへんやん、そんな、まあ確証はないし、いや、じゃあ、まあまあいいから切り替えましょう。じゃあ4巡目、はい、次パターンや、 OK、 いいですね、よっしゃ、 OK、 よし、ま、これまだ続いてますから、 OK、 かなりピンチですよ。いや、俺分かった、でもやってて、ん、俺ジンが得意よ。得意なんや。俺な、目隠しされててもいけるわ。うん、マジで。なんと、勝った勝った、うわ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 、せーわ、俺やるね、ごめんごめんごめん、分かった、こ
これすごいな、これマジで本体やん。ここ開いてる。もうなくなってきた。おもう真ん中に入れてくるな。どっちだったっけ。怖い。そう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 。怖い。いいですか。くそ。困るな。どう。この勝負。勝ったの勝ちです。実はドッキリでした。何のドッキリか分かりますか。目隠しジェンガ中にクラッカーを鳴らされて、それが原因で負けてしまったらという。正解です。そうですかね。正解です。それ負けて罰ゲーム電気アームにしようとしたんやけど、負けへん。かっちゃんが強靭な鼓膜の持ち主やったから全然ビビらへんくて、ちょっと怖かった。でももう俺が多分大丈夫やってことにお前らも気づいたんやろうな、うん、もう俺が置いてる時にもう安く手でもジェンガ掴んでグイッしだしたから火薬臭い。だからこいつこいつとこいつよ。ただただ、うん、電気アームやります。もう負けてるからな。そうそれだから罰ゲームを受けるべきやからな。やります。皆さん電気アームやります。それでは罰ゲーム目隠し電気アンマーよろしくお願いします。パノラマTV。